エルンスト・ユンガー、エルンスト・ユンガー、1895年3月29日から1998年2月17日は、ドイツの思想家、小説家、文学者、自然科学者、軍人である。第一次世界大戦及び第二次世界大戦に従軍。戦闘に関わる体験記や日記のほか、戦争を主題とする随筆や論考を残した。 ハイデルベルクに生まれ、ハノーファーで、少年時代を過ごす。父親は、科学者で、薬剤師。弟に、後詩人、エッセイストとなるフリードリヒゲ・オルク・ユンガー。1898年から1977年がいる。世紀末の退屈な学業に飽き足らずギムナジウムを何校も転校する。冒険に憧れ、ワンダー・フォーゲルに参加し各地を旅行。 冒険心は募り、アフリカの赤道地帯に行こうと考え、家出をして、北アフリカのフランス外人部隊に参加するが、事態を知った父親に連れ戻される。第一次世界大戦の勃発により、ギムナジウムを卒業し、大学入学の手続きを済ませ、ハノオーファーの不評連隊に志願兵としての出生を願い出る。デーベリッツで、 士官候補生の訓練を受け付表彰位に任官。第一次世界大戦では常に西部戦線の最前線にあり、大戦初期のソンウの戦い、ベルダンの戦いから、1918年のルーデンドルフ大攻勢など主要な戦いのすべてに参加し、彼の所属する連隊は、ベルテスのライオンの異名を西部戦線で発せた。浸透戦術を行う。 特別編成の特攻隊の隊長として14度の負傷、そのうち8度は重傷で一級鉄十字章や法演ツオレルンケ、勲章剣付騎士十字章を受章した。そして、1918年にはプロイセンで最高の軍事功労勲章であるプールルメリット勲章の最年少受章者となる。戦場での過烈な戦闘体験は1920年刊行の作品、 鋼鉄の嵐の中でや、続く、人、血、内的体験としての戦闘など、初期の戦争作品群に余すところなく、書かれている。ユンガーの戦争体験記は、英雄的リアリズムと呼ばれ、戦争の生産を、戦争賛美に結びつけているところに特徴あり、戦争の生産者から反戦的傾向になる、他の作品とは、対極性を見せている。例えば、エイリヒ・マリアレ・マルクの、 西部戦生異常なしなどと比べてみれば、違いは顕著である。ユンガーは、バイマール共和国時代、兵力10万人に制限された国軍に、不評勝位として残り、カール・ハインリッヒ・ホン・シュテュルプナーゲル隊の部隊で、カップ一気鎮圧に出動。白兵戦式の卓越さから、時代のドイツ軍のための新しい不評争点の作成に加わる。そのまま軍に残っていたならば、 第二次世界大戦期は陸軍少将か中将になっていたと言われるも、1923年に軍を退官。ミュンヘン大学で生物学者、哲学者のハンスドリーシュに指示し、生物学、動物学及び哲学を学んで、ナポリの動物研究所の研究員となった。こうして、職業的に動物学や昆虫学の研究に携わっていた時期だけでなく、昆虫採集や、 研究の活動は、ユンガーの修正の趣味、仕事となる。1925年に、ウィーンで出会った、クレータ・ホンヤ・インゼンと結婚し、二人の子を得た。大戦後、ユンガーは、市民生活に溶け込むはずもなく彼はそのまま国軍に、入ったが政治に対する国軍の無縁な態度とその、旧態依然たる、反動保守的な性格に嫌気がさして1923年には、辞職し、 定職を持たぬ自由な分泌生活に入り鉄カブト団に接近する。この団体には新旧世代の対立があり、ユンガーはゼルテやデュスターベルクやエアハルトラの合法路線を批判して革命戦術を叫ぶ若い世代の声を代弁し、青年商工用の機関士別冊の軍機やアルミーニウスを発行する。また、シルギューダー団や青年民族同士団や 青年プロイセン同士団等の民族革命派に関係して少数エリートによる革命的前衛の立場を説いたり、旧前線兵士と青年運動家たちとの統一戦線結成を呼びかけていた。また、1927年秋、知り合った民族ボルシェビストのエルンストニー・キッシュにも関係している。義勇軍、エアハルトヨダミやコンスルなどの機関誌の編集に従事するとともに、 数多くの論考を乗せ、若い世代の保守革命、革命的ナショナリズムの思想的指導者とされ、ボルフディーター・ミューラーからは、ドイツ魂の最高司令部と評された。第一次世界大戦を、総動員の戦いとして総括し、労働者、支配と形態において、全体的世界の展望を示す。時代の衝撃と受け止められた、この書は、 民族ボルシェービズムのカテキズムと目され、ナチス体制を予告するものとされ、また、この時期のマルティン・ハイデッカーに決定的な影響を与えた。ユンガーの読者には、ナチス幹部も少なくなかったが、ナチ党の出馬願いや、第三帝国の文化アカデミーへの参加をカくなナに、拒むなどナチスとは一線を隠し、大理石の弾劾の上でに見られるように、あくまで反、ナチあるいは日ナチに徹した。 ベルリンを1933年に去り、ハノーファー近くのキルヒホルストに今日構えるが、ナショナルボルシェビストのエルンストニーキッシュとの関係から、ゲシュタポによる家宅捜索を受ける。ゲシュタポ長官のハインリヒヒムラーはユンガーを逮捕しようとしたが、第一次世界大戦でのユンガーの戦争体験を評価したアドルフ・ヒトラーが制止した。しかし、1938年以降、 彼は執筆活動を禁止され、その直前に書かれた大理石の断崖の上ででは、象徴的な手法でヒトラーによるファシズムの時代の状況を描き出していると評されている。友人たちからは国外に亡命するよう勧められたが、ユンガーはドイツに泊まった。第二次世界大戦には大尉として招集され、友人であるハンス失敗でデる大佐の配除で、フランス語能力を買われ、 パリのドイツ軍司令部で、指針検閲の任につき、パリ在住のフランスの知識人、作家、思想家たちと深く交流し、パリは彼の第二の故郷となる。戦争後期は、自費出版として平和を表し、エルヴィン・ロンベル元帥やフォン・シュテュルクナーゲル将軍を、はじめ西部戦線の反ナ・チ派のドイツ陸軍士官に、広範な影響を及ぼす。年月日の、 ヒトラー暗殺計画と商工判乱に関係があったとされ、軍を解任され、住んでいたキルヒホルストに戻る。1939年から1949年までの彼の庭と道,道、パリ日記、コーカサスピ、ブドウ畑の小屋などの日記は、社交という表題で刊行されている。1950年代から1960年代に彼は頻繁に旅行し、飛行式ながら、 日本にも来ており、独話辞典の弊社として知られるロベルト・シン・チンゲルが、ユンガーの案内をしている。ユンガーの最初の妻グレタは1960年に亡くなり、1962年にリゼロッテ・ローアーと再婚している。また、1944年11月29日、ユンガーの息子のエルンステルは、イタリア戦線のカララ山中で戦死している。ユンガーは、 生涯を通して、おそらく冒険的精神及び好奇心からいくつかの薬物を試しており、それらにはエーテル、コカイン、ハシシ、タイマジュシ、そして後に幻覚剤のメスカリンと LSD がある。これらの薬物体験は著作にも影響を及ぼしており、特にアナザーン、ドローガン、ウントラウッシュにはこれらの体験についての記述が包括的に含まれている。また、 小説ベズックアウフ五段ホームは、明白に彼のメスカリンと LSD による初期の体験に影響を受けて書かれたものである。彼とドラッグとの関係は単なる使用体験と著作への影響にとどまらず、LSD の発明もので、スイス人の科学者、アルベルト・ホフマン博士との親密な交流にも発展し、直接何度か会った際には共に LSD を摂取することもあったという。 この二人の付き合いについては、ホフマンの著書 LSD、マイ・プログレム・チャイルドに詳しい。ユンガーもホフマンも102歳と余愛を同じくして、それぞれ1998年と2008年に、この世を去った。1995年3月29日の100回目の誕生日には、フランソワ・ミッテランを含む、著名人や彼の愛読者が集った。晩年は、 ハイデッカーとも親しい交友を持っていた。また、死の前年には、福音派からカトリックへ改修をしている。1998年2月17日、バーデンビュルテンベルク州のリートリンゲンで一世紀をまたいだ、長い生涯に終わりを告げた、万百二歳没。1982年、ユンガーは、ゲーテ賞を受賞。ユンガーが90歳となった1985年。 ドイツバーデン・ビュルテンベルク州は、昆虫学の結出した研究成果に与えられる賞として、昆虫学研究者でもあった彼の名を冠する賞を創設した。3年に一度、優れた研究に対して授与されている。ユンガーの戦争体験は2段階に分かれる。ユンガーにおける戦争体験の見どころの一つは、大戦勃発当初彼が戦争に対して寄せていたロマンティシズムが、 放火の洗礼を受けてその情緒的な仮面を剥ぎ取られ、ニヒリスティックで即物的な心情に変貌してゆき、ノバーリスがニーチェに変身してゆく過程にある。ザロモンの指摘しているように、ランゲマルクの戦闘で鶴ベウちの放火を前にして、美しい死に方をしたのは、フィヒテであり、ドイツ関連論哲学であった。ユンガワの心中におけるこの変貌の過程は、 ボルテールに感動した19世紀の干渉の世界、ブルジョアのシンボルとされた19世紀の教養の世界、19世紀の文化の世界から、20世紀の現象的な剥き出しの生、現存在としての生の世界、20世紀の文明の世界への移行過程に対応するものである。文化から文明へという形で、オズバルト・シュペングラーが描いた文化圏の変遷過程は、 同時に当時における多くの青年世代の心情を代弁する文化建造でもあった。ユンガーが戦場で目にした、痩せて敏昇な体つきをした静悍な兵士たちは、非人間的で笑うことも知らず、無感動、無表情で、何千という恐怖に出会って、鉄兜の下で目を赤化させた人間的感情をおらず、ただ、全身、共感も恐怖も知らぬ全身しか知らない兵士たちの、 姿だった。この人間的感情を知らぬ植物的にヒリズムは、ユンガーの決断主義と関係する。彼の中には戦闘そのものへの単美性がある。彼の心情は勝敗を超えており、何のために何に対して戦うのかその目的や意味を尋ねたりその善悪を挙げつらうのはナンセンスであった。彼にとっては、闘争の意味内容や目的合理や、 倫理性を超えた闘争そのものが大切であ、そこには、いかに戦うかという闘争形態の美学しか残されない。このように短美化された戦闘の前には、勝敗と同じく敵、味方の区別も存在しない、憎悪なく、敵を見るとユンガーは述べている。19世紀のブルジョア社会は、直線的進歩の時間観念を抱いていたが、100年は続くと思われ、 すぐにでも訪れるとされた平和が、悲願の国のように遠のいたかのように思われた。残豪戦では前進するとも後退することもできず、突如、時間が静止したかのように思われた。こうして、市民生活のリズミカルな時間感覚は消え、硬着して、動きの取れぬ戦線に、終点のない円間世界、ニーチェの英語会帰の世界が出現する。19世紀のブルジョア社会は、 はっきりとした目標と目的を持つ安定した生活感に支えられていた。しかし、迷宮のように入り込んだ残酷の戦場では一切が神秘であり、一切が不覚である。ユンガーが戦場で実感した無目標の世界は灰色で慰めなき単調な無の世界だった。ユンガーの思想展開で重要なのは戦場における巨大な労働過程の体験である。 残酷の中に単調な労働過程が凝縮されている。植物的で機械的な戦争は、花々しい戦闘のリリシズムを奪って、兵士たちを死の費用妊婦にかせしめた。ユンガーは残酷を掘り即席の机や椅子を作り、電話を修理し、黙々として戦死者の十字架を掘る兵士たちの姿を見て、死の空間における特殊な見慣れぬ労働者を感ずる。ユンガーが対戦当初、 期待していた牧歌的な陽気な射撃戦ではなく、生がエネルギーに転換され、エネルギーが総結集される総動員の巨大な労働過程への崇勢であった。輸送や補給の意義が重視され、軍需産業の体制が取られ、上下の身分が残酷の下マインシャフトの中で混合し、特権階級の意義が失われ、万人がアルバイターとなって機能す労働の時代を将来した、 世界大戦はその歴史的義においてフランス革命を上回る画期的なものだった。ドイツが敗れたのはドイツが進歩した協商国側とは違って指導者と大衆との結びつきを書き古臭いウィーン会議に基づく王朝国家の競輪の上に立つ君主制をとっていたがために動員が総力的な形ではなくて部分的な形でしか行われなかったためである。 誤ったロマン主義と欠陥を持ったリベラリズムの混合であり、ワーグナーのオペラ以外の何者でもなかった、帝政ドイツは、総動員の時代精神に、完全な形で徹することができなかった。ユンガーの、労働者や、総動員の概念は、帝政に執着する旧保守主義の心情とは、全く無縁のものである。対戦が終わった後も依然として、この、労働者や、 総動員の時代精神は、個人の自由の制限、ソ連の五カ年計画、ファシズム体制、機械文明、ヒューマントッチの喪失、抽象性、あらゆる人間の粗暴化といった形で進行している。ユンガーにとって地球がますます冷えてゆくような、冷酷なこの氷河の世界においては現実に目覚めねばならず、ロマン主義、文化の概念を破壊し、非文明的要素を一掃し、冷酷な、 文明の世界を生きねばならないものとされた。戦場で黙々として未来のため働き、死んでいった無名選手の姿は巨大な労働家庭の中の一、分子として動く無名の労働者の姿をそのまま象徴する。自由業に入ったユンガーは1932年にその代表作、労働者を公表し、その中で市民に対する反訴定として、 労働者の概念を持ち出しこの中に、兵士の像を投影する。市民は、理性や、道徳や進歩を施行し、危険を犯さず安定した生活を営み、非日常や闘争を回避し根源的なものを書く。これに反して、労働者とは、戦士、犯罪者、芸術家、船乗り、カルード、信仰者と同じく根源的なものを施行し、 冒険と危険を求め闘争に対する心の備えを持った存在である。一見左翼が勝ったように見える労働者という概念もマルクス主義で言うプロレタリアートのことではない。ユンガーの労働者像はあくまでも平和時の産業社会状況においてではなく、血生臭い戦場の体験を土台に展開されたものである。彼の曖昧な労働者という概念の中には、 戦場で機能する兵士のイメージと工場で機能する労働者のイメージがダブっており、老兵評議会という言葉の持つニュアンスがそこにある。いわゆる階級意識は、ユンガーからすれば、打算的なブルジョア社会におけるブルジョア的思考の結果に過ぎず、彼は労働者による政治、経済権力奪取のことを考えているのでもなければ、労働者の労働負担軽減やその福利構成の ことを考えているのでもない。彼が1927年頃まで説いた新しいナショナリズムはソーシャリズムを主張する。しかしそのソーシャリズムは要求のソーシャリズムではなく義務のソーシャリズムであり、シュペングラーの特くプロイセン的ソーシャリズムに近い心情的ソーシャリズムであった。したがって彼と親しかったエルンストニー・キッシュが独占資本に反対したのとは違い、ユンガーは 独占資本を増をして、その妥当を叫んだことはない。ニーキッシュはこの本を高く評価したものの、ニーキッシュとユンガーの違いは、前者の本質が右翼がかった左翼人にあったのに反して、後者のそれが左翼がかった右翼人だったところにある。観念論的刑事上学者、ユンガーの働きや労働者は、経済から掴まれた概念ではなく、 抽象的な機能の形式を指している。左翼が勝った労働者の世界を主張したにもかかわらず、ユンガーは工場労働者ではなく実践を体験した選手であり、その本質はナショナリズムにあった。しかしそれは戦場の下で生まれた新しいナショナリズムであり、旧保守主義者が否定する1918年11月の革命もユンガーにとっては全く無駄というわけではなかった。 戦争と同時にこの革命への洗礼を受けた新しいこのナショナリズムはもはや過去のナショナリズムではなく主権や領土や国民の維持や拡張を目指すブルジョアの旧ナショナリズムとは違ってそれは私的現象以上のものでありダイナミックな起爆性を秘めたニヒリスティックな心情のナショナリズムだったこのような新ナショナリズムの精神に立つユンガーは 戦闘精神に支えられたような利害が対立し合う、ブルジョアの社会体制にとって変わる、身分区別のない水平化の原理に根ざした、総動員体制をと、有機的国家の体制を力説した。核一的全体に対するこのニヒリスティックな埋没による、総動員体制という思想において、ユンガーの労働者は、ナチズムを先取りする。ユンガーが労働者の中で展開する。 プロイセン的ソーシャリズムに通じた、総動員戦時体制論の中に伺われる兵士、労働者の統一像は、古くは戦時ソーシャリズム、タートなどに見られるように、この兵士イコール労働者統一戦線論が強く、打ち出されてくるの、労働者が出された1932年のことである。この意味でも、労働者は、当時の時代精神を反映していたということができる。 ユンガーの文学と思想は、ニヒリズム以降のドイツロマン派の後継とされることが多く、幻想と現実を同時に見る、幻想的リアリズムあるいは、魔術的リアリズムと言われる、ウイカツマ。と同時に、その形態、ゲシュタルトの観点はゲーテによるとも言われ、その意味ではユンガーを、ニヒリズム以降の古典主義と評する立場もある。彼の文学は、世紀末でカダンスの美意識を継承し、 フランスのシュルレアリスムに対応するドイツの唯一の表現、KH ボーラーと評されており、フランツカフカ、ロベルト・ムージル、ベルトルト・ブレヒト、ヘルマン・ブロフホラと共に20世紀ドイツ文学を代表する巨匠の一人とされる。現代のドイツ文学を俯瞰するとき、ユンガー以前、ユンガー以後という視点もある。また、ユンガーは、ドイツ文学においては、フーゴ・フォン・ホーフマン・スタールと並ぶ。 屈指の文体化とされる。外泊な知識によるエッセイや世界各地への旅行記、そして時代の振動を一分の狂いもなく記し、時代の自信系とまで言われた膨大な日記作品は、ユンガーのマコッチョを灯され、ジュリアン・グラックや、ホルヘルイス・ボルヘス、アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグからエミール・シオランまで、ユンガーを高く評価する声は多い。また、彼の思想は、 フリードリヒ・ニーチェ以後のドイツ思想の起立する広報とされ、ユンガーは、ニーチェの最も過激な門人、カール・レービットと評され、初期の英雄的にヒリズムと呼ばれた思想は、実存主義的とされ、後期の見解孤行の忍者的思想は、ポストモダニズムに通じるとされる。政治思想は前期は、ファシズム的であり、戦後、ユンガーとハイデッガーは、それぞれの還暦記念論集において、 ニヒリズム論を交換しているが、彼らにとってナチス体験とは、ニヒリズムの生きた体験もあった。後期の思想はアナキズムに近接するところがあるとされる。冷酷非常な現実に徹製を届いていたにもかかわらず、ユンガーの体質がこれとは、およそほど遠かったことは、彼の哲学をおそらく最も忠実に実践したと思われるナチスが、いざ政権を握る段になる。 干渉の世界に逃げ込んでしまう彼の姿勢が何よりも雄弁に物語っている。ユンガーの政治的発言の頂点は1926年から1927年で、特にナチズム大統以降彼は具体的な政治活動への関心を失い、ナチ時代のユンガーは完全な国内亡命者と化した。エルンスト・フォン・ザロモンの証言によれば、1937年、 路上でばったりであったザロモンがユンガーに向かって、あなたは別の星に行ってしまわれた、と言ったとき、ユンガーは引っ張るようなニーダーザクセン式の発音で、そうです。比較的上品な火星か、金星へね。しかし、土星ではありません。そこには霧の帯がありますし、それに、そこにはすでにシュペングラーが住んでるからね、と答えた。ブルジョア社会における文化や、 教養を爆破せよと説いたにもかかわらず、ユンガーの本質は、庭園や図書館での瞑想を愛し、自然の研究に没頭する姿であった。エルンスト・フォン・ザ・ロモンによると、ユンガーの今には、昆虫類の標本、雑物の入った瓶、顕微鏡が散乱していた。彼は、まさしく根本においては、何と言っても、その鋼の甲冑のもとに、 共用市民の心情が脈打っていた戦士であった。彼の中に見られるロマン性との鋭い対決姿勢も、所詮、彼自身の体質がロマン性を持っていたことを示すものに他ならない。ユンガーの中には、体質と解かれる思想との間の矛盾から来る思想の自己催眠的マゾヒズムがあった。このインテリを否定するインテリ、文化を否定する文化人、ユンガーの中に、 ユンガー自身の悲劇のみならず、ワイマール共和国の悲劇を見ることができるのである。前週、書刊集、その他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。